しく見せてるところは可愛い。そのツケをどこに持ってくるの？自慢話を聞きに来たんじゃない。あなたは私をどうしたいの？時間だってバタじゃないんだし、響かない言葉並べないで、惨めなところ見せないで、このまま返してもいいの？始まりは理屈じゃないよ、全然始まりそうになんかない。ねえ、しやすくて冷めやすいんだ俺。そんなこと誰も聞いてないでしょ。無駄に表情を転生運動としてる。がっかりさせないで、もうこれ以上隠してるわけじゃなくて、静かにさせてこんな私を。